よし普通のコーナーです。あ今日はねあのもちろんニトロ爆弾くんが夢丸の代わりをするということで私ねあのお便りを選んでおりませんしね読むのもニトロ爆弾くんに任せします。はいそれも今さっき言われたんですけど。まあ一個ねちょっと面白いなっていうのがあったんで。じゃそれ以外は。一個だけ。じゃそれ以外は面白い。マジつまんねえなってこと。あおす違お前。本当にごめんなさい。お前本当に全部。マジだマジ本当にごめんなさい。かったわかったもかったわかったくさんあるお便りの中から僕がちょっと興味あるなあのとても。 すごい僕と同じ共感するなっていうお便りがあったのではいラジオネーム「まめちゃん」「エベ過去エベ春さんかな」「メッセージ前回のラジオでのどちんこのお話をさせていただいたのでメッセージを送らせていただきました」「実は私の彼氏のどちんこを切る手術をしてるんです」「いびきがうるさすぎること過去一緒に寝られないレベルのうるささです」 それが原因で寝不足や体調不良が続いていたことから病院受診をし解決策として提案されたノルチンコカットを決行したようです、うん、術後口の中がずっと血の味で痛みもあり固形物が飲み込めないことなど相当なストレスだったようですが今は良質な睡眠が取れるようになりノンストレスな生活を送っているようですす実際見るとノルチンコ君すごく短いです。 そんな彼と6月に結婚も決まったのでお,おめでとうございますいびきや結婚に悩んでいる方はのどちんこカットしてみてはいかがでしょうか皆さんは今まで受けた手術や治療で大変だったことややって良かったことありますかぜひ皆さんの体験談をお聞かせください <laughs> お前さもっと心入れて読めよ何ていうか分かんなかったいやんか長いって思われたのかなと思って違う違う違うあやあやいやあ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 やかやあ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 ってどこですか俺もあかんやあ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 の…のどあやあの横にあんあやあやのどちんこがちんこだとした場合何何の場所？あ おきんたまちゃんがおきん玉ち,ちゃん部分のへんドキンちゃんみたいな言うてその辺ねの辺のそれはなへ両端にあるやつです、ね、もんかさへんとうせを切ってる人っているじゃんいる、はい、あれって何じゃあそのどうやって切ってるのどうやって切ってるか切っていい場所なのそれ貯金っていくとお父さん切ってるんでしょ切ってる 俺の実は僕の父親も切ってるんですよ。で、今言うてん。今言うて。そうっすか。改めてね。喉 <laughs>、うん、チンコが扁桃腺、どっちだっけ、なんか、あまりにも風邪いくたびに40度以上出るらしくて。そうそう、そういう人はよく切言うから。できるんですよ、うん。お前も切れよって。言われる。でも熱が俺、そんなに出ないんですよ。よね、うん、だから、うんうん。え、まだ落ちない話やってるよ。違う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 。えっていうか、喉チンコがいびきの原因だっけ。扁桃腺がでかいとか。 んかそれでブルーッなっちゃう,と,う,かうとかいびきでとか口呼吸が多分いけないらしくて、うん、でも行くとさ<だ>あれだよね確かさいびきがすげえうるさいから、うんうんで「口開けちゃうから」って言って寝るときにさ変なテープくっつやそう<み>絶対にテープつけてる、うん、最近はちょっとないんですけどそう,、うん、そうテープで寝てたりしましたなんで彼女と寝る一緒に寝てキスするからこれはいテープするんですよ いやいやいやそんなことはよくて口開けながら寝たりするとやっぱバイ菌が喉に入ったりとか乾燥とかでやっぱ痛めやすくなっちゃっでそういうので多分切ったりもするんですよいくらも切りなよでも僕熱出ないそんな高熱が出ないから切らなくてもいいででも熱でじゃなくても仕事休むやん確かに夢回るのがいるからあんま説得力ないけどさ 夢丸、返答戦も切ろうぜ、関係ない。ね、今、今、休みすぎだよ、このラジオって先頭戦切るよ、夢丸先輩に言おうよ、今、届けないと。夢丸いないから、今、大丈夫。バレない、バレない。夢丸先輩、返答戦切ってくださいビビってたなぁ。だって夢丸が一番怖いんだもんね。メンバーの中で。なんで怖いんだっけ

は？ど佐藤昔手術した時ほんとにであ、今も再生して皮だらけなんですよどういうことえ再生するの指？親指のえ、あ、半分がなんかタコかイボかでなんかか感染しちゃってて中三ぐらいの頃で陸上やってたあの駅伝やってたんで痛すぎてあの取ろうってなってはい レーザーで手術みたいな感じやったんですけどそのレーザーでタコ全部取っちゃったらなんか親指の半分ぐらいがなくなって削れて親指がここはタコだなここはタコだなって言って取ってったら意味なくなっちまったっておお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 半分おお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 っどおお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 おっおお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  なくなって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 直してあのもう復帰陸上駅伝に復帰できると思ったらリハビリとかその親指の再生時間がめっちゃかかっちゃって全然陸上できなかったっていう。まあ落ちたかギリギリ落ちました。えそれってどうやってやったの手術はもうあの麻酔してってこと？あの足だけ麻酔してあ麻酔したんだ。で親指は多分レーザー当てた当ててたんですけど全然俺はいよな。

今何打ちましたってあまりにも多かったからその <laughs> まずベッドにしがみついて,てだからかこれ昔の先生聞いたけどめちゃくちゃ痛いんですよめちゃ痛いんですよね汗ダーダーになりながらね最初 <laughs> の衝撃的だったもうベッドの前のさタオルグーって掴んで今終わったあとにちなみに今何発打ちましたそれ108発煩悩と同じ数で <laughs>。 すごかった僕も液体窒素をでもそんな打たなかったですけど液体窒素をまあ4週かけて4回やってで無理だってなってでレーザーでレーザーでもうすぐ消そう法がありますって言ってじゃあお願いしますって言っていや僕もちっちゃいのなんだよねちっちゃいほんとゴマみたいにちっちゃいやつが両足にあって。 別に痛いとかないんだけど普通にちょっと嫌じゃんなんかつるっとした足裏がいいからこの休み中に行こうかなと思ったんだけどビビって行けなかったでもちっちゃいでしょ一回で終わるレーザーちっちゃいなら多分絶対一そうなによっぽど一回で終わると思うよであれ絶対行った方がいいよどんなに痛くても痛くてもで僕やったところがまた今再生しててまあ金だからね悩んでたんですけど何か利く君たまに裸足になるときあるじゃないですかああるるなんかイボタコ なんか同じ位置にあるんですよ。今ありますよ。それはあるあるじゃないな。ちょっと待って待って待ってなんで今さ俺の足の上にイボがあることさバラされた恥ずかしいんだよ。先輩に恥ずかしいすんなよ。実はそう。えイボと同じ場所にできるんですか大体？いやわかんないけどそう力の入るところとかあるし。多分。前どうお前さお前モテないよ。てかさ足の上にイボあるよね女の子に急に言ったらお前嫌われるよ。いやでもびっくりして俺。めっちゃ泣いたわお前足の。 わたくさんのメッセージありがとうございました。<laughs> <laughs>